リでーす。はい、最近肌の調子が良くなってマリファムからどうやってニキビにならないようにケアしてるんですかって質問が結構来るから、今回はニキビから肌の治安を守る私の肌ケア方法5選を紹介していきたいと思います。イエーイ。あと今回紹介する内容はニキビに悩んでるみんなに知ってほしいことで、乾燥肌の人などには違ったケア方法があると思うので注意してね。1、丁寧なスキンケアを行おう。まずはしっかり手洗いをしてから顔をぬるま湯ですすいでいくところからスタート。刺激の少ない洗顔料をよく泡立てて撫でるように優しく洗ったり、すすぎ残しがないようにぬるま湯でしっかりすすぐことが大切で、スクラブ入りの洗顔料など刺激の強いものでゴシゴシ洗うとニキビを悪化させてしまうので避けてみてね。ポイントはこすらずニキビを刺激しないこと。朝は寝ている間に出た皮脂や汗の汚れなど、夜は日中の汚れを落とすために1日に2回の洗顔がおすすめだよ。みんなも丁寧なスキンケア行ってみてね。2、十分な睡眠をとる。睡眠不足はニキビを悪化させると言われていて、皮膚の回復を助ける成長ホルモンは夜寝てる間に分泌されるらしいから、朝起きたら太陽を浴びて体内時計をリセットし、夜の自然な眠りにつなげてみてね。私は睡眠だけはしっかりとっていて、本当に睡眠不足になるともう口周りとかにできやすいので、本当睡眠は大事だと思っております。夜更かしは厳禁だよ。3、ニキビなら皮膚科へ行こう。ニキビが実際にできた時に市販の薬で対処したり自分で潰したりしてしまう人が多いと思うんですけど、私はニキビができたら皮膚科に行くことをおすすめするよ。たかがニキビで皮膚科に行くわけないって思ってる人も私の周りでも多いけど、ニキビは尋常性痤瘡という皮膚の病気で、炎症を起こしてる赤ニキビができたら適切に対処しないとニキビ跡も残ることがあって、しかもできたニキビ跡は綺麗に治すことが難しいから、自己対処せず皮膚科でプロの適切な診断や治療を受けることで炎症の悪化やニキビ跡が残ることを防いだり、良好な皮膚状態を維持していくこともできるので、みんなもニキビができたら皮膚科へ行ってみてね。皮膚科での適切な治療を通じて、みんなのニキビにまつわる悩み、肌へのコンプレックスなどが少しでも軽減され、本当に自分らしく毎日を送れるようにということで、ニキビの治療を展開するサンファーマさんが正しいニキビの対処を応援してくれるような取り組みを行っているので、ぜひニキビや肌のコンプレックスなどがある子は概要欄の URL からサンファーマさんのサイトをチェックしてみてね。本当に私はニキビができた時に皮膚科に行くことをおすすめしてるから、みんなも参考にしてみてね。4、肌に触れるものの清潔を保つ。手だけではなくタオル、枕カバー、シーツなど肌に直接触れるものは常に清潔な状態を保って肌を清潔に保っていくのも大切だよ。私よく洗顔するときとかはタオルとかで拭いてるんではなくてティッシュとかで拭いています。タオルの中でも見えないホコリとかたくさんあると思うので、ティッシュの方が安全かなと思って私はティッシュを使うことをおすすめします。の取れた食事を心がける。朝食を抜いたり過度なダイエットで栄養が偏ったりするのは非常によくありません。バランスの取れた食生活でお数値を整えるのも重要ですよ。ちなみにお蕎麦がおすすめ。栄養バランスを意識した食事を1日3回規則正しくとってね。ビタミンの摂取はニキビの予防に役立つから、果物やビタミンを摂取できるドリンクなどを飲むのもおすすめだよ。私はバナナとかブルーベリーとかが好きなので、一気にそれが詰まったドリンクがあるんですよ。例えばスムージーが最近好きで全部詰まってるので、もうめっちゃおすすめなので皆さん買ってみてください。というわけで今回はニキビから肌の治安を守る私の肌ケア方法5選を紹介いたしました。まあ基本的には肌に刺激を与えないようにして清潔に保つことを意識して生活できるといいなって思うし、またニキビができたらちゃんと皮膚科に行って適切な治療を行うことが大切だから、ニキビとか肌の悩みがある子はぜひ概要欄の URL からサンファーマさんのサイトをチェックしてみてね。近くの皮膚科を検索できるサイト URL も貼っておいたので気になる人は調べてみてね。またこのチャンネルでは美容系のコンテンツを中心に投稿しているので、ぜひ皆さんの参考になれたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではみんなグッバイモンモン。